やっぱりね、人が食べ応えあってね、一番美味しいですね。なんだろう、焼肉で言うならハラミかな。もう人食べれるのマジで快感ですよ。こんにちは、 VTuber アナウンサーの伝える、伝わる、お伝えるです。今日も e スポーツの公式実況アナウンサーを目指して、しっかりゲーム実況の腕を磨いていきたいと思います。今回挑戦するゲームはこちら、ハングリードラゴン。あの超名作ゲームの最新版です。皆さんはあの全世界で2億ダウンロードを記録した大人気ゲーム、ハングリーシャークワールドをご存知ですか？世界各国のさまざまなゲームの賞を受賞した超名作で、プレイヤーがサメとなって空腹で死なないように海中の獲物や人間をひたすら食べていく残酷なアクションゲームなんです。そして今回紹介するのは、ドラゴン版として今年8月にリリースされたばかりの超最新作、スケールもアクションもかなりパワーアップしているハングリードラゴンなんです。今回の実況の目標は、スピード感を伝える。ノンストップで景色が変わっていくスピーディーなゲームなので、その全てをうまくキャッチアップしていきたいと思います。それではスタート。はい、ハングリードラゴンやっていきましょう。私もね、全くの初見なので、一体ハングリーシャークワールドとどう違うのかとかもね、説明しながら実況していきたいと思います。食べて生き残れ、左手で移動、右手でブーストと。なるほど。古い村を発見。お、早速竜来ましたね。これもう動かすのかな。お、動きますね。あ、さ、なんかシャークワールドよりも結構自由度が高いですね。でもその分結構獲物もね、自由に動くので取るのが大変ですね。お、なんか上に蜂、蜂蜜ケーキかな。群れボーナス、両腕でスクリーンをタッチしたままにするとブースト。なるほど。じゃあ羊に向かってブーストしてみますよ。おお、なんとファイヤーラッシュ。おお、すごい、みんな金色になった。なるほどなるほど。ちょっとみんな、あ、結構早いですね。なるほど。これね、右上に今スタミナとブーストっていうのがあるんですけど、このスタミナがね、食べてるうちはいいんですけど、こうやって飛び続けてるとどんどん減っていっちゃうので、なるべく小刻みに食べれるようにしたいと思います。おっと、これは触っちゃいけなさそうだな。じゃあ触らないようにしますね。なるほどなるほど。ドラゴン仕様でね、結構鳥とか、あと雲。おーっと、ボーン。あ、スタミナが結構減っちゃった。なるほど。あのね、爆弾みたいなやつはなるべく避けていきましょう。お、なんか竜もいるぞ。ちょっと竜取ってみようかな。お、食べる食べる。逃げ出した。おーっと、なるほど。竜はね、結構動き回るんで食べ終えるのも大変なんですね。なんか今唐辛子食べましたね。ドラゴン、辛いものいけるんですね。強いな。おおっと、ん、 M サイズのドラゴンが必要。なるほど、このサイズは、あー、やられちゃった。なるほど、私が今ね持ってるドラゴンはサイズがちっちゃいから M サイズが必要なんですね。多分他にもキャラいるんで、他のキャラもちょっと見てみようかな。お、コイン3303、新規参入リワード、ディナーの準備完了と。ほう、ちょっと受け取ってみましょう。コイン、ありがとうございます。ジェム15個、やったー、ありがとうございます。ほう、50分の5、ゴールデンエッグを完成させるには。お、なんかエッグ来ましたね。なんだろうなんだろう。可愛くない。いや、でも矢のダメージをね、マイナス10ということで、多分ね、さっきの弓矢の人から守ってくれるんじゃないですかね。お、なんかいい色。何が来るんでしょうか。あ、かわいい、なんか唐揚げくんみたいですね。コモンペット、ディストラクティル、ほう、食物プラス 10% ということで。お、レアペット、レインボーレイジ、なんだろう、空飛ぶ角攻撃。うわー、え、めっちゃキャラクターいますね。ドラゴンにはいくつかのサイズがある。ほう、ドラゴンをレベル最大にして、より大きなドラゴンをアンロックしよう。今ね、このニブラーちゃんが私が使ってたやつです。ほう、お、
竜、蛇に近いですね。スパークス、ドンドラゴ、へえ、誰にとっても喉から手が出るほど欲しい大物。なんかちょっと体重そうですけどね、大丈夫なのかな。羽ちっちゃくないですか。へえ、あ、これは双子のコンビ。なるほど、知能の高い竜と頭の弱い竜。なんか手前の竜ちょっと頭が弱そうですね。お、シークレットドラゴン、圧倒的な力だが小悪で知性に欠ける、小悪。あー、こういうところにね、漢字の弱いところが出ますねちょっとねはい、ペットは装備できる。はあ、ペットはドラゴンにつき従いプレイを助けてくれる。中にはすごい力を持つペットもいるぞ。このいかにもレアでしょうっていう感じがね、使えよって言ってる感じなので、ちょっとね使ってみます。なるほど。お、後ろになんかついてきてますよ。なんかキラキラ光ってる。おっと、角で今なんか発射してますよ。なんか発射してますよ。レベルアップ早っ。あー、エッグ見つけた。やったー。ちょっとね、今回カナリアをね重点的に食べていきたいと思います。なるべくね早く次のドラゴンもゲットしたいので、どんどんカナリア食べていきましょう。おっと、ありがとう。やだ、ペットちょっと優秀ですね。どんどん撃っていきますね。なるほど。ちょっと、おっと、ありがとうありがとうありがとう。いいですね、このペットがねよく働くな。ありがとうありがとう。お、ちなみに左上今1万いってますね。え、ちょっと過去最高じゃないかな。ちょっとねドラゴンの方がやっぱり動きやすいんでね。あー、噛みつかれてる。はい、おっと、なんかちょっとハロウィンじゃないですか。これは何だろう、魔女かな。肌がグリーンだ。いただきます。なんかね多分まずそうですよね、グリーンだとね。なんだろう、ピスタチオかな。おおおお、何これ何これ、なんかいる。何この巨人、こんなの食べられるわけないじゃないですか。でもちょっと頭弱そう。まあいいや。はい、いやー、ちょっとスタミナがないぞ、スタミナがないぞ、スタミナがないぞ。魔女食べれないのか、魔女食べれないのか。あー、ちょっとねお腹すくの早すぎて燃費悪いかな。いやー、こういうこと言うのはいけないかもしれないんですけど、私が前乗ってた軽トラみたいな感じですね、マニュアルのね。いやー、悔しいなー。おでも宝箱とエッグゲットできました。さあ、お、スモールフライ、新しいコスチューム、やったー。これね5000コインあるんで入手しちゃいましょう。やりましたよ。いやー、かわいい。なんかハロウィン仕様ですよね、やっぱり。帽子にもかぼちゃついてるし、そしてエッグを孵化できるので孵化していきます。さあ、タップしましょう。何が出るかな、何が出るかな。うん、ソフトボールなんだろう、この憎めないたらこ唇の可愛さ。クエスト、野兵を一重百、ん、九兵、あれ、弓兵九兵でした。九兵合ってました、よかったです。もう本当にね、こういう感じが来るとね、いちいちドキドキしなきゃいけないんですよね。はい、九兵を一十百千万、十万百万、一千万言えなかった。はい、いいですね。なんか故郷に戻ってきた感じしますね。お、なんかさっきよりもちょっと大きくなってないですか、ドラゴン。食べれるかな。あー、これはね L サイズだからまだ食べれないんだ。なるほど、戻りましょう。いたなるべくね、人食べて。すいませんね。いやー、でもね、実際こんな近くにドラゴンいたら外出歩けないですよね。いや、出歩けなくないですか、普通に。なんかこういうのがうじゃうじゃいて、いや食べるよみたいな感じで背後から狙われてるのによく歩けますよね。
いやお、こういうのは、あ、こういう薄い木は壊していけるんですね。あ、なんか知らない人がいる。なんだろう、ゴブリンかな、かわいい。え、でもなんか緑のキャラクターってね、あんまり美味しくなさそうな、菜食主義なのかな。もうちょっと人がいないんで戻ろうかな。ちょっとね、あんまりね、ちょっと長居するとこれ、ね、食べ過ぎちゃうとね、出て戻ってこれない。おっと、あー、それはサイズが必要か。やばい、腹ペコだ。どうしよう。あー、戻れない。頑張れ。あー、難しいですね。やっぱりね、洞窟とかに行っちゃうと限られてますから、スタミナがゲットできるね、大きい木はね。ー、なるほど、広いところでやったんですね。マットスナックスアンロックまで、やったー、アンロックできました。新しい餌だ。よし、じゃあ入手しましょう。やった、ありがとう、祝ってくれたね。なんか上向いてるけど大丈夫かな、この子。なんとさっきまでなかった右側の丸があるということで、つまりこれはね、2体付けできるんじゃないですか。めっちゃかわいい。いやー、敵ドラゴンのダメージは結局ね、まだドラゴンの大きさが S ね、さっきゲットできたんですけど S サイズなので、あんまり多分効果がないと思うんですよ。だからすぐお腹空いちゃうので、今回はこの子ちょっとやめて、この食物、この唐揚げくんに、あ、私のこの子のあだ名は唐揚げくんなんですけど、唐揚げくんにしたいと思います。よーし、いっぱい食べてね、ペットたち。よし、幸先いいですね。ちょっとさっき左側に行ったんで、お、レベルアップ。今回ね、右側をちょっと攻めてみたいと思います。唐辛子、鳥ですね。お、いますね、人結構。そして結構、おー、ゴールドも。なるほど。こっちさっき来ましたね、ちょっと戻ろうかな。なかなかね、多分広いのでまだ行ってないところにね、行きたいと思います。よいしょ、この子はちょっと回避して、お、なんか宝箱がある。やったー、よーし、どんどん行きましょう。6連続キル。よし、燃やしてこ。ゴールドラッシュ、メガファイヤー、やったー。よし、どんどん、なんか青くない？火力強くない？ありがとう、みんな。よーし、今のはいいですね。一気に3万いきましたよ、すごい。よーし、行きましょう。よいしょ、いただきます。お、爪楊枝にちょうどいい。確かにね、弓矢のね、矢って爪楊枝にちょうどいいですよね。よいしょっと。いやー、ありがとうございます。やっぱりね、人が食べ応えあってね、一番美味しいですね。なんだろう、焼肉で言うならハラミかな。私ハラミ好きなんですよね。ドカーン、よいしょっと。ある、いいですね。傷を押された。今回のドラゴンの方が結構ダメージ受けやすいですね。というのも、外敵っていうか、こう攻撃してくるキャラクターとか人間がね、結構多いんですよ。ほら、フラフラしちゃった。ほら、これね、全然うまく操作できないんですよ。ほら、ぶつかっちゃったし。いやー、めっちゃ撃たれてますね。お、牛も食べれる、ハンバーグになれ。いいですね、ハンバーグいいですね。いやー、名古屋といえばね、やっぱりヒッコリーじゃないですか。ヒッコリーのハンバーグ美味しいですよね。結構人がいる。魔女も食べれるのかな。食べれた、やった。 S サイズ最高、いいですね。ワンサイズ上がっただけでこんなに食べれるって、なんかね、結構ね、この今までにないサクサク具合というか、やっぱね、初めての人にもやりやすいゲームなんじゃないですかね。よいしょ、あ、間違えた。これね、唐揚げくんが結構近いんですよ、距離が、ね、食べちゃいそう、本当に。ごめんね、ちょっと、何回も行っちゃうな。あー、スタミナがない。これね、違う、スタミナじゃない、何かに切り裂かれたんだ。うわ、なるほど、攻撃を食らわすこともあるんです。あー、やった、ハイスコア更新、サバイバルボーナス306。あ、
やったー、3つ開きましたよ。宝箱やっぱり見つけるとゲットできるんですね。新しいコスチュームが、お、なんだろう、何か食べちゃったのかな、蛍光塗料。いやー、やっぱりね、人食べれるのは最高ですね。やっぱりこのゲームの醍醐味ですよ。もう人食べれるのマジで快感ですよ。はい、皆さんもぜひこのゲームをやってみてください。絶対にハマります。ここでね、まず羊と牛を食べるのがね、私の醍醐味なんですよ。とりあえず小腹満たしとけみたいな感じですね。ありがとうございます。もういっぱい焼かせていただいて、人間のバーベキューですよ今日は。あ、なんかビヨンド、何これ、え、なんかめっちゃ空高く舞い上がってるけど、ちょ、舞い上がったらスタミナなくなっちゃう。どこにあるんだろう。これ絶対当たっちゃいけないやつですね。